福祉介護のミトロンガイド、ナオキング長官、三つ星。さあ、今回のテーマは高齢者の新しい暮らし方って。審査員のミトランさんはどんな暮らし方をしてるんだぼ。二つ星厳しいですね。中国地方で様々な福祉介護事業を展開するサンキウェルビー、広島市内にある施設にお邪魔します。お、玄関がオートロックだ。いらっしゃいませ。受付場だぼ。エレガントなロビーも素敵だぼ。ここはパラダイスなの。ここはサーコージュです。レーザー光線が出るのか。重違い。サーコージュとはサービス付きの高齢者住宅になります。ここは介護を必要としない人も利用できるサコージュ。トイレ付きのお部屋で過ごせて、ダイニングホールには共同キッチンもあるのよ。マダム、最悪な暮らしだろ。どんまい。なことはないですよね。住み心地が良くて、お友達もね、いっぱいできてさ、みんないい方よ。いいですね。介護が必要になれば、サンキウェルビーのスタッフによるサービスも受けられるのよ。うわー、お風呂のサービスもあるんだ。次は小規模多機能センターをチェックするぼ。ここでは自宅を離れずにデイサービスのような通いと、自宅への訪問、施設へ泊まる宿泊の3つのサービスを24時間365日受けられるの。わあ、浅いお風呂だもん。足湯だよ。てか足湯もあるの。いや、サービスそれぞれに利用料が必要だろう。ぼったくりだな。なるかもね。はい、ご心配いりません。小規模多機能センターっていうところはですね、料金が一律になっています。スタッフが相談して対応させていただきますので、安心してご利用いただけます。これはいいですね。三つ星でしょ、ミトランさん。いや、職員のレベルが気になるね。じゃあ職員の学歴を調べるぼ。君が気にする。広島修道大学です。商学部経営学科です。広島経済大学経済学部のスポーツ系学科っていうところを卒業しました。ちょっと待った、学部が介護と全く関係ない大学生。人事部長、これじゃ現場で使い物になりません。確かにね。入社前には資格の取得の支援をしたり、まあ、育成の体制整えてますので、現場でも即戦力として活躍してもらってます。学んだことを生かさなくていいの。大学で学んだことを生かして新しい介護サービスの企画提案をしたいなと思って入社しました。意識も高くて最高です。三つ星をあげます。ああ、自分らしい介護サービスを選べる。職員の活躍も楽しみだね。お前たちも活躍してくれよ。ノーリアクション。